車掌殿、準備はバッチリですか？ミスタタレインはいつでも出発できますよ。誰だ？私を呼ぶのは。そうか、霧か。ゼロ、おとぎフロンティアが好きな一人が来場しました。イディス・クラウドだな。おとぎフロンティアが好きな一人が、ジュンニさん。かつて竜族がシャナ族を見捨てた場所。いらっしゃいです。ああ、古の同胞たちよ。さっきまでおとふろしてました。そなたらの爪痕は現代にも残っているのだな。私は何を言っているのだ。到着！セントイリス騎士団もわかってるよね。この私を派遣するなんてさ、なんたって私は頼れるお姉さんだから。まあどうばあったら、今日は一段と頼もしいですわね。何か今回の任務では、いつかおとひろみたいにモイスなくなるのかなって。二人のことは私が引っ張らないと。頼りにしてますわ。ほら、ペンシルベニアもこっちこっち。早いとこ中に入って調査を始めるよ。すみません、ドーバー姉さん。いい？開けるよ。中に誰かいるかもしれません。慎重に行きましょう。へえ、こんなところ誰もいないよ。ペンシルベニアは心配しすぎだって。このお屋敷は突然現れたんだよ。それがそうとも言い切れませんわよ。確か報告書にはこのお屋敷は夜になると明かりがついたり消えたりするとありましたわ。何それ、誰かがいたずらしてるってこと？人か魔物か幽霊か、謎の多いお屋敷であることは間違いありませんわ。確かに幽霊は出そうだけど。ないない、まだ昼間だし。それだけじゃありませんよ。何でもこのお屋敷、夜になると人知れず舞踏会が開かれているとか。まあそれは本当ですの？夜に行われる秘密の舞踏会、なんて素晴らしい響きの言葉でしょう。ちょっと離席しますね。ゼロ、ゲームが好きな一人、料理が好きな一人が来場しました。七七さんがギフト応援に工事 10PT を送りました。
こんばんは。七志さんがギフト応援に工事 10PT を送りました。七志さんがギフト応援うさぎもどき 20PT を送りました。戻りました、ショボーン。ギフトありがとうです。そんな噂が出るくらいですから。こんばんはです。このミステリアスなお屋敷はきっと素敵なお屋敷ですわね。うん、きっとそうだね。見た目だけで決めつけるのは良くなかった。私たちはまだこのお屋敷の何も見てないんだから。ゼロ、じゃあ今度こそ。猫が好きな一人が来場しました。嘘でしょ、この扉すっごい重いんだけど。そんな押し方ではダメですわ。もっと下半身に力を入れないと。全然開かない。まったく、何をやってるんですの。ギフト応援に工事 10PT を送りました。私も手伝いますわ。うん、大丈夫だって、私大人だから。待って、私が大人に見えないって。そんなことないもん。大人のパワーを見せてやる。ギフトありがとうです。よし、開いた。ほら、私一人でも大丈夫だったでしょ。パンクラスさん、今女の人の声が聞こえませんでした？ええ、確かに聞こえましたわね。会話をしていた本人は気づいていないようですけれど。ドーバー、あなた今一体誰と話していたんですの？誰って、パンクラスとペンシルベニアでしょ。私何も言ってません。え、私もですわ。じゃあ私に話しかけていたのは誰？ここに誰か住んでるってこと？え、扉が開かなかったことを考えると、誰かが中にいるというのは考えにくいですわね。魔物が中に残っていて女性の声を真似たんでしょうか。じゃあ本当にお化け。仕方ないな。パンクラス先にお屋敷に入っていいよ。何が仕方ないのですか？今回はあなたが先頭を行ってくださるんでしょう？そうだけど、順番的に今回はパンクラスかなって。私この間掃除当番だったし。やはりドーバーには荷が重かったようですわね。大人なお姉さんはどこに行ってしまったのかしら。それは冗談ですわ。心配そうな顔をしなくても、あなたのことは私が守ります。そう、舞踏会といえば私パンクラスですのよ。怪しいお屋敷も幽霊も私にかかれば全てエレガントですわ。そんなわけないでしょ。ええ、そんなわけないです。参りましょう。私がこのエレガントでミステリアスなお屋敷の謎を華麗に解いてみせますわ。いい子にしてたかしら。悪い子には教えきよ。悪い子には教えきよ。いい思い出を作ろうね。お人形も楽しそうにしてるわ。プレゼントをあげる価値すらありません。
悪い子に吠えよ。いい思い出を作ろうね。よかったよかった。今日のことは忘れないよ。ここからボイスなしか、わらわら。本当に、ミストレもボイス途中からなくなった、ショボーン。そして、なぜかオートが機能しない。はいはい、ピッピピピッピ、お知らせがあります。飯をあれしててホイッスル吹くの遅れた純二さん。シグマ OO発、公式お知らせにはまだ出てないよ。親が純二さん、勝利画面から直接次のストーリーへ進むとボイスが消えるバグが発生しています。ジュンミさん、ロエ、これをスキップしてもう一度ストーリーを読むとボイスが出る。ジュンミさん、
実際ないわけじゃなくバグだったか。よかった、ええ。ありがとうです。やはりどの部屋も長いこと放置されていたようですわね。あちこちに蜘蛛の巣がありますね。床も歩くたびにきしみますし、はい、気をつけて歩かないと。それにしてもこの部屋、食事をする部屋だったんでしょうか。お皿が並べられています。割れてるのも多いですけど。ええ、そう考えてよいかと。こちらにもティーカップが並んでいますわ。デザインからしてかなり高価なものですわね。デザインってカップの柄ですよね。つまり戦闘後、次のストーリーを選ばないようにしないとってごとか。同じようで全然違うんですのよ。私が見たところ、このお屋敷の主はなかなかのセンスの持ち主ですわ。パンクラスさん、この置物も有名なんですか。馬に乗った騎士が弓を引いているように見えるんですが。まあ、いい目のつけどころですわね。この置物はかなり昔に貴族の間で流行した置物なのですのよ。おそらく今は市場に出回っていないはずですわ。さすがパンクラスさん、物知りだな。このくらいの知識、貴族のたしなみですわ。パンクラスさんは貴族じゃないんですけどね。なんだ、ネズミか。びっくりしたな。大丈夫ですか、ドーバー。大丈夫。ネズミが急に飛び出してきたからちょっと驚いただけ。いえ、そうではなくて、少し元気がないような気がして。やはりまだ怖いのですか。そうなんですか、ドーバー姉さん。怖いわけないじゃん。大人なレディを舐めないでよね。むしろいつもより元気なくらいなんだから。それよりも今はこのお屋敷を調べないと。二人とも全然平気そうだし、私だけお化けを怖がってるなんて絶対ダメ。今後のお姉さん人生に関わる問題だよ。なら良いのですが。うんうん、ほらパンクラス、ペンシルベニア、あっちの棚も調べに行こう。え、そうですわね。はい、ドーバー姉さん。今すごい物音がしたよね。ええ、2階からですわね。ちょうど真上あたりだと思います。こちらの部屋でしょうか。この声、まさかこの扉の奥に。たとえそうだとしても、私はこの扉を開けますわよ。恐れていては何の謎も紐解くことができませんもの。そっか、これが倒れたんだ。不自然に黒く塗りつぶされていますわね。それも一人だけ。一体この下には誰が描かれていたのでしょうか。ひどい、誰かにやられたのかな。いいえ、おそらくこれは。これは、いえ、何でもありませんわ。この部屋、他には何もないみたいですね。そうなんだ。じゃあどうする？下に戻る？そうですわね。もう普通に話しかけてくるじゃん。私もだんだん慣れてきたよ。ペンシルベニア、今の声はどの方向から聞こえてきたか分かりますか？はい、なんとなくですが。終了まであと5分なのです。今の声は階段の方からです。二人とも声の聞こえた方へ行きますわよ。声を追いかけるってこと？ええ、きっとこのお屋敷の謎は
彼女が握っていますわ。記録を開始するよ。悪い子にはお仕置きよ。悪い子にはお仕置きよ。いい思い出を作ろうね。プレゼントをあげる価値すらありません。お人形も楽しそうにしてるわ。平和なクリスマスにしましょう。ペンシルベニア、先ほど聞こえた声はこの辺りから聞こえたのですか？いえ、もう少し先です。この先はバルコニーだよ。だとするとこの部屋でしょうか？うん、そうなるかな。でもあれから声も聞こえなくなっちゃったね。パンクナスさんがもう一度話しかけてみたらどうでしょう。返事が返ってくるかもしれません。ものは試しですわね。私、パンクラスと申しますの。先ほどは部屋を教えていただき助かりましたわ。もしよろしければあなたのお名前を私に教えていただけませんか？今度こそ中に誰かいるって。私たちしかいないはずなのにどうしてピアノの音なんて聞こえるんでしょう？いい？ペンシルベニア、こういう時は考えちゃダメ。考えれば考えるほどもしかしてって悪い想像も膨らんじゃって冷静じゃいられなくなっちゃうんだから。なるほど、ドーバー姉さんが言うと説得力が違いますね。私も考えないようにします。そんなアドバイスを真に受けてどうするんですの？考えることを放棄するのはおやめなさい。私たちが次にするべきことは二つに一つですのよ。どういうこと？この扉を開けるか開けないのかということですわ。もし中に誰かいたら。中に誰かいるのであれば好都合ですわ。それにその誰かが先ほどの声の主ならこの扉の奥が正解ということになりますわね。そうだよね。オッケー、大丈夫、開けていいよパンクラス。ええ、その言葉が聞けて嬉しいですわ。でもどうば、あまりそう腕を強く掴まれると扉を開けられませんわ。あ、ごめんごめん。では開けますわよ。ねえ、何も見えないよ。ええ、ですが進むしかありませんわ。うん。お疲れ様です。出たくそ、邪魔なやつらだ。悪い子にはお仕置きよ。仕方ない、あんたに合わせるよ。いい思い出を作ろう。死のプレゼントあんたへのレクイエムだ。お人形も楽しそうにしてるわ。プレゼントをあげる価値すらありません。
悪い子に教えてよ。よかったよかった、今日のことは忘れないよ。いや悪いことしちゃったな。ピアノは光に弱いんだよ。カーテン閉め切っちゃってたから先輩たち真っ暗でびっくりしたでしょう。びっくりどころじゃないよ。急に私の肩に手を置いたでしょ。心臓が止まるかと思ったんだから。ごめんドーバー先輩、そんなに驚くとは思ってなくてさ、声がするなと思って扉の方に来てみたら先輩たちだったからついね。ついじゃないよ。もう悪かったってこの通り。仕方ないな、私はとっても優しい先輩だから許してあげるけど、怖い先輩だったらアビーロードは今頃大変なことになってるんだから。そうなんだ、ドーバー先輩が優しい人でよかったよ。でしょ、ドーバー先輩は優しくて頼りになる先輩なんだから。でも車掌と先輩たちはなんでここに。それは私たちのセリフですわ。どうしてあなたがここにいるんですの。セントイリス騎士団から派遣されたのは私たちだけだったはず。うわ、そうなんだ。怪しい屋敷が急に現れたってのは噂で聞いてたんだけど、まさか騎士団が正式に動いてるなんて思わなかったな。勝手に屋敷に入ったのは悪かったよ。でも裏口から簡単に入れちゃうしさ、騎士団が調査してるって知ってたらさすがの私もこんなところで遊ばないよ。はあ、うわ、ペンシルベニア先輩絶対信じてない。まあまあそうだよね、いくらアビーロードでも遊ばないよね。なんか嫌な言い方だな。先輩は私のことなんだと思ってんだ。え、素直な問題児じゃなくて可愛いトラブルメーカーじゃなくて、なんだっけ。なんでだよ、もっとあるだろう。仕方ありませんわね。ドーバーとアビーロードさんへの教育的指導は無事にここから帰ったらいたしましょう。しれっと私までお叱り受ける流れなんだけど。大丈夫ですよドーバー姉さん、私もお付き合いしますから。そういう問題じゃないんだけどな。いいですか、ここが危険な場所というのは変わらない事実ですわ。アビーロードさんはこの後は私たちと一緒に行動してもらいますわよ。うん、先輩たちに従うよ。そういえばアビーロードさんは先ほどまでピアノを弾いていたのですか。あー、そうなんだけど、このピアノ音が鳴らないんだよな。え、ですが廊下では確かにピアノの旋律が聞こえましたわよ。私もドーバー姉さんも全員に聞こえてましたよね。それ何の冗談、幻聴じゃないの。だってほら、いやいやいや、なんでみんなこんなに平然としていられるの。鳴らないはずのピアノが勝手に鳴るなんて怖すぎるよ。大丈夫ですかドーバー姉さん。もちろんこんなの全然平気だよ。アビーロードいるし私がしっかりしないとね。アビーロードはもし何かあったら私の後ろに隠れていいからね。へえ、いいねそういうの。ありがとうドーバー先輩。どういたしまして、後輩を心配するのは先輩として当然だよ。今名前を呼ばれましたわ。名前？
誰も呼んでないよ。いえ、また聞こえましたの。私たちが追っていた声の主ですわ。ファンクラスにだけ聞こえたってこと？ペンシルベニアは聞こえた？いえ、私も聞こえませんでした。何の話？私もパンクラス先輩を呼ぶ声は聞いてないけど。私たちこのお屋敷に入ってからずっと女の人の声を聞いてるんだ。この部屋に来たのもその声を追ってきたからなんだけど、今度はその声はパンクラスにしか聞こえなかったみたい。奥にも部屋があるそうなんですの。そこへ行くようにと誘導されましたわ。じゃあ行こうよ。どっち？おそらくこちらですわ。続き部屋になっているようですわね。このクローゼットを開けるようにと。アビーロード、後ろにいてね。悪い子には星置きよ。いい思い出を作ろうね。プレゼントをあげる価値すらありません。お人形も楽しそうにしてるわ。いい思い出を作ろう。死のプレゼントをあげます。平和なクリスマスにしましょう。クリスマスは守ります。悪い子には星置きよ。悪い子には星置きよ。いい思い出を作ろうね。お人形も楽しそうにしてるわ。プレゼントをあげる価値すらありません。アンタへのレクイエムだ。メリークリスマス。遅刻しないように早く行くぞ。何これ？全部ボロボロだけど、ドレスみたいだね。大丈夫？パンクラス。パンクラスさん？ジーコさんがギフト、なんて素敵なドレスなのでしょう。ジーコさんが送りました。それに、なんてたくさん。ジーコさんがギフト、応援うさぎもどき 20PT を送りました。可愛い色が肌と馴染んでとても綺麗ですわ。ありがとうです。それにレースもとても繊細で、ゼロ全くドレスの邪魔をしていませんわ。きっとこの方は小柄な女性でしたのね。私たちとサイズがぴったりでしたよ。ほら、これなんてペンシルベニアにとてもよく似合いそうですわ。ローバーは
こちらのドレスがよく似合いそうですわ。ありがとう。こんなに素敵なドレスが置いてあるのですから、ペンシルベニアが言っていたことも本当かもしれませんわね。もしかしてボロボロに見えてない？人知れず開かれる舞踏会ですか？ええ、その通りですわ。もしかしたらここからドレスが貸し出されていたのでしょうか？いえ、でもこれは一人の女性のもの。滑らかで冷たい触り心地ですわね。これは私が仕立て屋の娘だからでしょうか。このドレスに触れているとなんとなくわかるんですの。誰も自分を理解してくれない。自分自身ですらも自分を受け入れられない。このドレスの持ち主は孤独と疎外感の中で毎晩泣いていたのでしょう。先ほど2階の別の部屋で肖像画がありましたわね。その中に一人だけ黒く塗りつぶされた女性がいました。ドーバーは誰かがやったのかと聞きましたが、あの時私はそうは思いませんでしたわ。このドレスに触れてさらにその考えが確信に近づきました。パンクラスはどう思ったの？あの肖像画を一人だけ黒く塗りつぶしたのは塗りつぶされた女性ご本人ですわ。まさか自分でそんなことをするやつはいないよ。そうですわね。自分でそうしたくてする方はいないかもしれませんわね。ですがあの肖像画には涙の跡がくっきり残っていましたの。うそ、全然気がつかなかった。肖像画も自分の姿だけ消し、この素敵なドレスすらも破りたくなってしまうほど彼女は苦しんでいたのかもしれませんわ。ですが彼女はドレスを捨てなかった。それだけではなく、ドレスが綺麗にクローゼットに並べられているのはなぜでしょうか？ゼロ、いいぞ。が好きな一人が来場しました。一人きりのファッションショーを開きますわ。そう言ってたのね。このクローゼットでは誰の目も気にすることなく、好きなものを好きだと言って受け入れられなかった自分自身も少し許せたのではないかと思うのです。だから彼女はこのドレスを捨てなかった。このドレスは彼女にとって決して捨てたいものでも隠したいものでもなかったはずなのです。私に見せてくれたのはそういう意味ですわよね。大丈夫、きっとそういう意味だと思うよ。はい、私もそう思います。お二人ともそうですわね。ありがとうございますわ。それにしてもこのドレスおかしくない？ドレス自体を破きたいなら普通スカートを破くだろう。なんでわざわざ背中を破いてるんだ？確かにそんなの偶然じゃないの？偶然にしてはできすぎって話だよ、ドーバー先輩。ええ、アビーロードさんのおっしゃる通り、このドレスの破れ方はおそらく偶然ではありませんわ。どういうこと？大きく破れた背中部分、よく見ると補正がなされていますわ。例えば皆さんがもし錦の方々のドレスを作ることになったら、どういったドレスを作りますか？あ、錦の人たちにドレス？なるほど、そういうことか。錦の人たちは耳も尻尾もある。そうか、尻尾が外に出るようにドレスに穴を開けるんだ。そういうことですわ。
この背中部分は破れているのではなく、意図してこうする必要があったのですわ。でも背中を開ける必要があるってどんな？それはこのお屋敷を調査していればいずれわかることですわ。また勝手になんか出てきたんだけど。来てほしいと言っているのでしょうね。やっぱりそうなのかな。きっと破れたドレスと何か関係があるんですよ。あの声の主が私たちに何かを知らせてくれているんです。参りましょうか。アビーロード、しっかりとドーバーの後ろについてくるんですのよ。了解、ついていきますよ先輩。ちゃんと離れずついてくるんだよ。私たちが来るのを待ってたみたいだ。それも間違いではないかもしれませんわね。埃っぽい。こんな場所に何があるっていうのさ。机、椅子、本棚、まるで誰かの寝室みたいですね。これは何か見つけた？ええ、表紙が埃で汚れていてよく見えませんが、これはおそらく日記だと思いますわ。日記？すごいじゃん。このお屋敷に関する有力情報だよ。ですが、そう手放しに喜べないのですわ。どうかしたの？この日記、どうやら鍵がついているようなんですの。鍵？ここまで来て鍵？さっき机の引き出しは確認しましたけど、鍵はありませんでしたよ。この屋根裏部屋にあるか、もしくは鍵だけ他の部屋にあるという可能性も十分ありますわね。じゃあもしここになかったら、このお屋敷中の部屋を探して鍵を見つけ出すってこと？それってものすっごい大変なんじゃん。鍵ってこれのこと？それだ！実はこれ、この屋敷に侵入した時にすごいでかい部屋で拾ったんだ。大広間のことでしょうか。私たちまだ大広間には行ってないですね。そんなこと今はいいじゃん。早速鍵を開けてみようよ。それもそうだね。はい、パンクラス先輩。どうやら正解のようですわ。何が書いてあるんだろう。これはこの日記、やはり彼女のものですわ。彼女って、先輩たちが声を聞いたっていう？ええ。邪魔な奴らだ。悪い子にはお仕置きよ。悪い子にはお仕置きよ。いい思い出を作ろうね。プレゼントをあげる価値すらありません。お人形も楽しそうにしてるわ。平和なクリスマスにしましょう。
私は貴族じゃない。彼らに憧れている貴族御用達の仕立て屋の娘だ。お店には毎日貴族の方がやってくる。話し方も笑い方も動き一つ一つが素敵で、私はいつもついつい乱れてしまう。ある日、私は貴族の男性からプロポーズされた。この町で君以上に美しい人はいない。彼は私にそう言ってくれた。ずっと憧れていた彼からのプロポーズ。思いもしなかった出来事に驚いたけど、私はそれ以上に嬉しかった。私は彼と釣り合うように努力を重ねた。社交界のおしゃれもダンスもお酒も覚えて、立ち振る舞いや言葉遣いも勉強した。その甲斐あって貴族の友達もたくさんできた。その友達の一人がある時、私に錦のお土産を届けてくれた。あんなもの受け取らなければよかった。何度そう後悔してももう遅い。これはなかなか興味深い内容ですわね。仕立て屋の娘なのに貴族の友達がたくさんって、まるでパンクラスみたいな人だね。ええ、この部分だけを読めばそうですわね。でもこちらの女性は私と違って悲しい目に遭っています。その先に何が書いてあるんですか？お友達からもらったお土産は呪物だったと。呪物って良くない方の？ええ、良くない方の。日記はまだ続いているようですが、ここから先はもう字が読めませんわ。なんて言ったらいいんだろう。悲しい日記だったね。誰かいる。落ち着いて。そんなに警戒しなくても大丈夫ですわ。警戒しないわけにはいかねえだろう。魔物かもしれねえんだぞ。魔物ではないかもしれない。むしろその可能性の方が高い。そうでしょ？違いますわ。私たちはあなたを助けに。あなたがこれまでどのような人生を歩んできたかは分かりません。ですが私はほんの少しだけあなたの気持ちがわかるような気がするのです。あ、気配が消えた。多分お屋敷のどこかにはいると思いますけど。パンクラスさん、どうしますか？追いかけますか？パンクラス、大丈夫？私は平気です。平気じゃない。あんた、さっきの人に言われたこと気にしてるでしょ。ええ、少し後悔しています。もう少し言葉を選べばよかったと。私のせいで彼女を怒らせてしまいました。そうかな。怒るほどのことは言ってないと思うけど、あの人はパンクラスのことをよく知らないわけでしょ。だったらパンクラスが言った分かるもただの気休めだと思っちゃうのも無理はないよ。そもそもいきなり話しかけて勝手に消えるなんてずるい。もうちょっとパンクラスの話を聞いてくれたっていいじゃん。私が言いたいのはそういうんじゃなくて、ちゃんと話せばパンクラスの気持ちは伝わる。だからあの子を追いかけてまた話を聞いてみようよ。どうぼう。そうですわね。私としたことがどうぼうに慰められるなんてまだまだですわね。
いつでも頼っていいんだよ。私はこの中で一番お姉さんなんだから。一度下の部屋に戻りましょう。また彼女と話さなくてはいけませんわ。パンクラス先輩、ごめん、それは無理かも。あら、どうして？下に戻る階段が閉められてる。さっきから開けようとしてるんだけど、びくともしない。この屋根裏部屋、他の出入り口はありませんの？確かにそれを探した方が早いかも。みんな、そんな暇はないかもしれない。兼務だ。おいおい、嘘だろ。クリスマスは守ります。悪い子にはお仕置きよ。悪い子にはお仕置きよ。いい思い出を作ろうね。お人形も楽しそうにしてるわ。プレゼントをあげる価値すらありません。いい思い出を作ろう。死のプレゼントをあげます。遅刻しないように早く行くぞ。記録を開始するよ。悪い子にはお仕置きよ。悪い子にはお仕置きよ。いい思い出を作ろうね。プレゼントをあげる価値すらありません。お人形も楽しそうにしてるわ。よかったよかった、今日のことは忘れないよ。この狭さですからね。車掌さんも大丈夫？先輩たちって思ってたよりすごいんだね。ありがとう、助かったよ。どういたしまして。みんな無事でよかったよ。それよりもどうにかしてこの屋根裏部屋から出る方法を探さないとね。
階段が開いてくれればいいのですが。このまま閉じ込められているわけにはいきませんわ。彼女に笑いに来たわけじゃない、助けに来たんだと言っておきながら、このままこの屋根裏部屋に閉じ込められるなどあまりに不甲斐ないですもの。それに私はパンクラスですのよ。これほどのピンチ、私にとってはピンチに値しませんわ。だから待っていなさい、私が必ずあなたを救ってみせますわ。今の音、ええ、吐きましたわ。すごい、パンクラス先輩の言葉に答えたみたいだ。これは一体。さっきまであんなにたくさんドレスが並んでたのに。ドレスだけではありませんわ。アビーロードさんが弾いていたピアノもありませんわ。ピアノまで？まさか玄武の影響で消えちゃったのかな。可能性は十分ありますね。やばいよ、最初と声が全然違う。急ぎましょう、彼女の憎悪がどんどん大きくなっていますわ。パンクラスさん、声は下の階からです。ええ、わかりましたわ。
れるのは教えて、思い出を作ろうね。悪い子には教えてよ。いい思い出を作ろうね。お人形も楽しそうにしてるわ。プレゼントをあげる価値すらありません。寒いなら悪い子に教えてよ。いい思い出を作ろうね。死のプレゼントをあげます。これで楽しく過ごせますよね。ねえ先輩たち、あれ見て。ピアノだ。消えたピアノもかなり状態が悪かったけど、この広間のピアノはもっと悪い。どれだけの時間放置されてたんだ。ピアノもそうだけど、まずこの部屋だよ。さっきまでここただの廊下だったよね。何がどうなってるの。これもさっきのゲームの影響でしょうか。私たちは舞踏会へ招待されたのかもしれませんわね。あなたは舞踏会に出たかったのですね。遠くで聞こえる賑やかな音楽と眩しいほどの明かりは羨ましかったでしょ。いいえ、黙りませんわ。私はあなたを救いに来たのですから、黙るわけにはいきませんの。私は貴族御用達の仕立て屋の娘、パンクラスですわ。貴族ではございません。貴族に憧れ、貴族の真似事をし、貴族として生きているただのパンクラスですわ。同じく貴族に憧れた仕立て屋の娘として、社交界を愛した者としてあなたを助けたいのですわ。この声、まだあなたに届いているでしょうか。人と違うことの何がいけませんの。人と違うからとそれだけで否定されるのであれば、否定した方々がナンセンスなだけですわ。私ももしかしたら人と違うのかもしれません。ですがそれを受け入れてくれる方々はたくさんいますわ。その方々は言ってくれますのよ。うん、何度だって言うよね、ペンシルベニア。それがパンクラスだよ。あなたは先ほど助けなどいらないと言っていましたが、私はもうあなたのことを助けずにはいられませんわ。あの日記、途中からは字が潰れ読むことができませんでした。ですが一行だけ、あなたはあの日記に誰か助けてとそう書いていましたわ。私はもうあなたが助けを求めていたことを知っている。ですから私は何と言われようとあなたに手を差し伸べることをやめませんわ。パンクラス、大変遅くなりましたわ。今こそあなたを救って差し上げますわ。
記録を開始するよ。悪い子にはお仕置きよ。悪い子にはお仕置きよ。いい思い出を作ろうね。お人形も楽しそうにしてるわ。プレゼントをあげる価値すらありません。寒いなら悪い子にはお仕置きよ。いい思い出を作ろう。死のプレゼントをあげます。平和なクリスマスにしましょう。それは違いますわ。憧れは罪ではございません。ドレスが着られない女性などこの世界にいませんわ。素敵なドレスの出来上がりですわ。それからドレスといえば舞踏会ですわ。私があなたを舞踏会へ招待いたします。確かにいい考えだ。ここにはピアノもある。音楽は私に任せてよ。これって、はい、噂は本当だったのかもしれません。舞踏会へようこそ。お待ちしていましたわ。その翼も鱗もあなたのものですわ。大丈夫。すべて含めてあなたは美しいわ。それに見てください。ここにはあなたと踊りたがっている方々がたくさんいらっしゃるようですわよ。嘘、あのドレスって。ええ、彼女たちが着ていたようですわね。彼らはずっとあなたと踊りたがっていたようでしたわ。ええ、最初からというわけではありませんけど、屋根裏部屋に閉じ込められた時も彼らが私の言葉に共感して助けてくれたのですわ。え、そういうことだったの？っていうか、ここ本当に幽霊屋敷だったんじゃん。さあ、私と一緒に参りましょう。彼らが待っていますわ。消えちゃったね。結局なんであのお屋敷が突然現れたのかはわからなかったね。そういえば聞いたことがありますね。昔この辺りに幽霊がいると噂される屋敷があったとか。
その話なら私も知ってます。昔玄武から逃げてきた女性がとある幽霊屋敷に逃げ込んだらしいんです。でも玄武が消えるのと同時にその幽霊屋敷と女性も消えてしまった。終了まであと5分なのです。でその幽霊屋敷があったのが30分延長しました。この辺りだとかそうじゃないとか。それってまさか。あなたに出会えて光栄でしたわ。どうか安らかにお眠りになって。ねえパンクラス、一つ気になったんだけど。何ですの？あの女の人がもらった呪物って何だったのかな。ドラゴンみたいな翼と鱗が入るなんて錦の呪いっぽくないよね。爬虫類には鱗がありますし、コウモリには翼があります。あのような呪いを生み出すことは可能だと思いますわよ。そっか、コウモリか。そう言われればそんな気もするけど。錦の呪いじゃなきゃ何の呪いなんですか？ドラゴン、え、竜族の呪いとかじゃないの？どこかに悪い竜族が隠れ住んでてそういう呪いを生み出したとか。悪い竜族って、そんなのがいたらこの世界は滅んでますよ。それもそっか。先輩たち、ちょっとストップ。どうしたの？何か来る。かなりヤバそうな感じだ。まずいんじゃねえか。これってゲートってやつだろ。かなり異質な魔力を放っています。今回の事件と関係がありそうですね。ここはセントイディスか。竜族、翼に角。間違いありません、この方は竜族です。同胞の気配が消えた。私を呼んでいた霧も見当たらない。お前が霧を晴らしたのか。私の名はバーゼル。古の同胞たちを求めてこの地へ来た。同胞たちの気配はもうこの場にはない。だが私を呼ぶ声はまだかすかに聞こえている。私は誰を追っている？私はどこからやってきた？見つけなければイリスクラウドに住む同胞たちを。消えた！違う、ゲートを使ったんだ。ほんの一瞬だけ見えた。バーゼル、一体何者なんだ？ただの竜族じゃないぞ、あれは。ドーバー姉さんが言っていたことはあながち間違いではなかったのかもしれません。竜族の呪い。車掌殿、準備はバッチリですか？ミスタタレーンはいつでも出発で。そしたらいい子は爆殺よ。先輩、落ち着いてください。これが落ち着いていられるわけないでしょ。このままじゃクリスマスイベントができないじゃない。町の子供たちを爆殺するみたいに聞こえてしまってますって。そんなことするわけないでしょ。私を何だと思ってるのよ。
聞いてないわよ、クリスマスボーイなんて化け物。クリスマスに現れては町中のプレゼントを根こそぎかっさらっていく人型の化け物とは面倒ですね。逆に言えばクリスマスをやらなければ出てこない。ある意味ゲームよりたちが悪いわね。とにかくその自称いい子のクリスマスボーイがいる限りクリスマスイベントは開催できないわ。まずは討伐よ。それはわかりますが、どうして爆殺なんですか？プレゼントを奪いに来るなら爆弾をプレゼントしてあげればいいじゃない。なるほど、それはうまい作戦です。実はフィンチリーが合流する前に車掌さんと話し合ってある程度作戦は決めてあるの。おお、なんて迅速な対応。それなら今夜のクリスマスイベントも開催できそうじゃないか。ところがそううまくもいかないのよ。ヤクーツクからの定時連絡が途絶えたの。なんですって？吹雪だと連絡も容易ではないからヤクーツクが危機的状況とは言い切れないけど。そういうことなら承知した。ヤクーツクのことよろしく頼んだぞ、車掌。失礼します、姉様。いえ、ヤクーツク隊員からメッセージが届きました。よかったわ、無事だったのね。いえ、それが無事とも言い切れない状況です。なんせ、ヤクーツク隊員から届いたのが救援申請だからです。聞いたよ、ヤクーツクから救援申請が来たんだって。はい、雪ウサギにくくりつけられたメッセージを発見しました。この伝達方法を使っているのは私と姉様だけです。ならヤクーツクさんからのメッセージで間違いないようですね。それでなんて書いてあるの？想定以上の状況で私一人で対処するには限界がある。至急増援部隊の申請求むです。うん、 SOS とは言ってないよね。姉様は決して弱音を吐かないお人です。なのに作戦の準備くらいで増援申請だなんてありえません。ですからこれは高度に偽装された SOS に間違いありません。そうかな。プトラさんの疑念もわかります。ですが姉様はそういうお人なのです。あれはまだ私たちが小さい頃の話です。町の子供たちと雪合戦をしていたのですが、私たち姉妹チームは苦戦していました。そこで姉様は起死回生にと雪だるまサイズの雪玉をぶつける作戦に出ました。ところが重すぎてバランスを崩して背後の池に落ちてしまったんです。私はもちろん敵だった子たちも慌てて駆け寄ってきました。でもそれは姉様の作戦だったのです。姉様は助けられた後の隙をついて敵の子たちに次々と雪玉を当てていきました。ずるい！相手は4人、こっちは2人。最初から劣勢だったんです。姉様は自陣の戦力を正確に把握していました。そう、幼い私を守るためには手段を選べなかったのです。わかります。私も妹を守るためならこの手を悪に染めることも厭わない覚悟です。私の姉様と同じです。ちなみに雪合戦は私たちの勝利で終わりました。ですが姉様はその後3日間熱を出して寝込まれました。それでも姉様は弱音を吐きませんでした。
寝込んでいる間も私の心配ばかり。だから今回のメッセージも増援申請に見せているけれど、実際には大変危険な状態だと判断なさっているわけですね。その通りです。本当にピンチだったら部隊や町のことを考えて素直に SOS 出すでしょ。プロの軍人なんだから。姉様は決して弱音を吐かないお人です。今ちょっとその通りだって思ったよね。どちらにしろヤクーツクさんの状況が確実にわからない以上、ベスチャさんの心配はもっともです。車掌様もブラックフライヤーさんたちもそれを分かってくださっているから救援部隊を編成されたのでしょう。私がもっと早く到着して姉様と一緒にいられたら。ゼロ、レトロゲームが好きな一人が来場しました。ヤクーツクさんはきっと無事です。化け物がクリスマスプレゼントを欲しがる以上、現れるのは夜のはずです。急げば間に合いますよ。ブルターニュさん、ねえ、急ぐのはいいんだけどさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。私たちどうしてこんな格好で集められたの？なんと練りに練られた作戦でしょう。であれば私も役割を全うしなければいけませんね。トナカイの役割、それはサンタの前に立ち敵をなぎ払うこと。ソリを引くことだよ。もちろんその仕事も成し遂げます。サンタのプトラさんを乗せてソリを引いてみせますとも。私は鬼畜か。何にせよブルターニュさんがいてくださって頼もしいです。ぜひとも姉様の救出に力をお貸しください。お、そういえばベスチャはサンタ衣装じゃないね。私たちの衣装って全部車掌さんが決めたんかい。子供たちが私の角を触って喜んでいました。車掌様の采配は大成功だと思います。雰囲気を壊さないでいられるなら私もこの服にしてよかったです。確かにクリスマスに血生臭いのなんてごめんだもんね。よし、私たちで最高のクリスマスにしちゃおう。だんだんと雪が深くなってきたね。進むのも大変だよ。急ぎましょう。これで吹雪いたらヤクーツクさんの救助どころではなくなります。待ってください。雪ウサギが近づいてきました。もしかしてヤクーツクさんのメッセージですか？間違いありません。手紙がくくりつけられています。よかった、まだ無事で。で、今度は何て書いてあるの？早くしなさいよ。あとココアの差し入れよろしく。ですね。めっちゃ元気そうだね。いえ、普通を装うも実は極限状況なんです。だから簡潔な言葉しか記せなかった。ココアは何なのさ？ここは危ないの意味。いえ、弱音を吐かない姉様ならではの普通を装った言葉です。やはりこれは SOS のメッセージ。絶対に違う。だいたい暗号にする必要ないでしょ。ですから姉様は弱音を吐かないお人なので。こういうところは姉に似てなかなかに強情だな。姉妹ゆえに感じられることもあるんですよ、プトラさん。なんたって私も以前レンヌが森番の仕事中に困っていることを察知して駆けつけた覚えがありますから。で、準備運動みたいなことして何する気なの、ブルターニュ？姉妹の再会のため、ここは私が道を切り開きます。皆さんは私の後に続いてください。ブルターニュさん、私も姉をさせてもらっていますからね。
悲しむ妹など見たくはありません。何より今日はクリスマス、みんなが笑顔になるべき日です。そう、今の私はトナカイ、みんなに幸せを届けるサンタの先兵。なんて鋭い気迫でしょう。ブルターニュさんの本気凄まじいです。行きます。すごい圧倒的速度と剣圧で雪をくり抜くように進んでます。確かにすごいけど、あっちはどんどん雪が深くなってるような。最速で最短でまっすぐに一直線に、この勢いで道を切り開きを。ボン！あれ、急に静かになりました。そりゃ自分の背丈以上の雪に突っ込み続けたらいつか埋もれるよね。こうしてはいられません、ブルターニュさん。私が助けに参り、ブルターニュに続いてペスチャまで埋もれた。どうした、ちびっこ二人、クリスマスで浮かれてるのか。 ありがとうございます、プトラさん。私としたことが雪原を甘く見すぎました。急ぐ気持ちはわかるけど、ちょっと冷静にならないと。私たちが倒れたら意味がないじゃん。確かにその通りですね。雪国出身の私がしっかりしなくてどうするんだって話です。ですが姉様のことを考えるとどうしても気が急いてしまうのです。仕方ないな。プトラさん、何を。今度は私の番ってね。秘策があるというのですね。なんと頼もしい笑顔でしょう。さすがは姉様の盟友のお一人。それでどんな秘策なんですか。雪って溶けなかった水とも言えるでしょ。なら雪原は海みたいなもの、そう思えば泳げる。プトラさん、雪原で泳いだら死にますよ。私だけ残念な感じで言われるのは納得いかない。ですが本当に危ないので。お二人とも辺りが吹雪いてきました。あ、本当だ、日も落ちてきたし、こりゃ早くしないとまずいね。でも目的の雪山も見えました。あとは登るだけです。ようやく崖の半分まで来ましたね。ここは足場も広いですし、少し休憩しましょうか。いや、やっと半分か。安全確認で下に残ったブルターニュが羨ましくなってきた。ねえ、本当にこんな絶壁を登らないといけないの？他に道があるんじゃないの？他の道は見当たりませんでした。姉様もきっとこの崖を登っていったはずです。ヤクーツクは敵を倒す準備のために頂上に向かったんでしょ。荷物抱えて一人で登るなんて無理だってば。だからきっと別の道があるって。お静かにプトラさん。今かすかに足音が聞こえました。いました、雪ウサギです。いよいよ一刻の猶予もなくなってきたに違いありません。んで、梅はなんて。今日は聖なるホーリーナイト、だけど孤独なロンリーナイト、そんな私はトレインナイト、子供のために頑張らないと。ポエム書き始めちゃった。いや、ほら役を作ってば、一人で延々と準備し続けて変なテンションになっちゃってるんだって。いいえ、これも暗号に違いありません。ですが今回は難しいですね。この4つあるナイトに重要な意味があるなら、夜に気をつけろということでしょうか。ほら、もう近いんだから解読してる暇あったら行けばいいんじゃない。
それもそうですね。ではこのポエム暗号については後で一行ずつ姉様に確認しましょう。やめたげて、後で思い返したら恥ずかしくて死にたくなるやつだから。で、とにかく先に進もっか。プトラさん、下を見ないようにしてください。じゃないと滑落しますよ。いいですか？下を見たらダメですよ。絶対に下を見たらダメですからね。やめて、その振りは下を見なきゃいけなくなるから。いえ、見たらダメなんですって。あー、しまった、下を見ちゃった。足がすくむ、落ちる。私の後ろにトナカイさんに乗ってください。プルターニュ、よかった、なんとか間に合いました。助かった。まさかブルターニュさんがトナカイに乗って現れるなんて。手なずけたんですか？手なずけただなんて、そんな。トナカイさんが親切にも乗せてってあげると言ってくれたんです。トナトナトナ。明らかに違う言語なのになぜか通じてる。トナカイの衣装を着てるから仲間だって思ってくれたのかもね。ですがこれで全員で姉様のいる山頂に向かうことができます。待っていてください。今すぐ私が助けに参ります。いたー、ヤクーツクが降ってきた。あんたたちが増援部隊ね。待ちわびすぎて飛び出してきちゃったわ。姉様、ご無事だったのですね。無事じゃないわよ。クリスマスだってのに敵を倒す準備は大変だわ。話し相手はいないわで散々だったんだから。定時連絡もなく雪うさぎの連絡方法を使うなんて、敵の襲撃を受けたからではないのですか？敵なんかいないわ。ただ吹雪がひどすぎて規定の連絡方法が取れなかっただけよ。ではメッセージは暗号じゃなかったんですか？メッセージに書いた通りの意味だけど、とにかく忙しいから人手をよこせってだけ。では最後の詩のようなメッセージは？増援が来ないことを覚悟してアイゼングラート軍人としての誇りと決意をしたためたの。そうだったんですね。私としたことが深読みしてしまいました。我ながら素晴らしい出来だったわね。あんたたちに届いて本当によかったわ。っていうか、あんたたち登山道あるのにどうしてこんな崖を登ってきたの？登山道あるんですか？当たり前でしょ。なかったらどうやって山頂まで一人で荷物運ぶってのよ。レスちゃん、すみません。中ものすごいプレゼントの箱だらけ。これでクリスマスボーイとやらをおびき出すんですね。敵がクリスマスプレゼントを根こそぎかっさらうならいっそ全部渡してやれってね。ただし中身は全部グレネードだけど。派手な作戦だね。でも準備は超地味できついのよ。いくつもいくつも箱を組み立ててはグレネード入れて丁寧に梱包して、これ全部私一人でやってるのよ。もうプレゼントの箱なんて見たくもないわ。どうどう、ヤクタン、どうどう、手伝うから怒りを収めたまえ。助かるわ、おかげでクリスマスを嫌いにならないで済みそう。謝らなくていいっての。作戦開始段階で私しか適任がいなかったことは知ってるもの。この物量は想定外だったけど。それにしてもベスちゃったらまだ落ち込んでるようね。冷静沈着なあの子が今回はことごとく判断ミスったからね。でもそれも全部役うつくのためだから怒んないであげてね。当たり前じゃない、雪うさぎを見つけてここまでたどり着いてくれた。それだけで私は感無量よ。
そんなに落ち込まないでください、ベスチャさん。お気遣いありがとうございます、ブルターニュさん。ですが、私は皆さんに大変ご迷惑をおかけしたわけで。迷惑がかかったなんて思ってませんよ。ベスチャさんの気持ちを考えれば急いで当然なんですから。私だってレンヌが大変な目に遭ってると思ったら同じ行動を取りました。大切な姉妹を守るためなら真っ先に駆けつけようとしますよ。だから胸を張ってください、ベスチャさん。ブルターニュの言う通りよ、姉様。あんたは私の雪うさぎに気づいて最速でここまで来てくれたわ。それは他の誰にもできなかったこと。確かにみんなを危険にさらしたことは反省しなければいけない。でも私を助けようとするその気持ちは肉親としてとても嬉しいわ。あんたに失望した人間なんてこの場に誰もいない。だから顔を上げなさい、そして胸を張りなさい。はい、姉様。それじゃベスチャ、あんたにはこれをプレゼントよ。この箱を私に。ヤクーツクさん、まさかプレゼントまで用意しているなんて。クリスマスにふさわしい素敵な光景です。この箱の中にグレネードを貼り付けて梱包よ。わかりました、姉様。クリスマスプレゼントじゃなかったね。渡し方が紛らわしいです、姉様。箱の蓋の裏にもグレネードをくくりつけるのはどうでしょう。いいわね、手間が省けて威力は2倍じゃない。それでいきましょう。姉様、もっと数をよこしてもらって構いません。流れ作業でいきましょう。オッケー、覚悟しなさいよ。でもお二人とも笑顔で何よりです。よし、私たちもやりますか。まさかもう来たの？普通は子供が寝静まる頃でしょ。町中のプレゼントを根こそぎ奪うとのことですから、活動開始時間は早いのかもしれませんね。クリスマスボーイが山を降りてっちゃったよ。なんてこと。ここで待ち伏せて仕留める予定が台無しじゃない。どうしますか、姉様。まだグレネードのプレゼント箱は半分程度しか完成していないようですけど。決まってるじゃない、あいつを町に入れさせるわけにはいかないわ。今年こそはクリスマスを開催できるって町のみんな準備始めちゃってるもんね。それだけは絶対に阻止しないといけないわ。全員完成済みのグレネード入りプレゼント箱を袋に詰めて今すぐに追いかけるわよ。プレゼントは袋に詰めたわね。みんな急ぐわよ。待ってください、姉様。追いかけるならこっちの方が早いです。また崖の方から行くの？確かに危険ですが、それでも行きに比べれば降りるだけの今回は圧倒的に早いです。ベスちゃん、それは焦りで判断を誤るなという私の忠告を理解した上での発言ね。はい、お願いします、姉様。町の子供たちを悲しませたくはありません。わかったわ。全員、崖からのルートを取るわよ。73ブルターニュとプトラは先に降りて、上からの荷物を受け取ってくれる？わかりました。お任せください。しょうがないな。いっちょ、やってやりますか！すごいです。姉様の号令にお二人ともためらうことなく降りていかれました。私の号令にじゃない、あんたの本気に答えてくれたのよ。私の本気に。さあ急ぐわよ、ベスチャ。ありがとうです、姉様。
終了まであと5分なのにスレスレと降りていくだけよ。30分延長しました。そのくらいあんたもできるはずよ、車掌。車掌殿はこれまで幾度となく不可能を可能にしてきた方。私はできると信じています。あんたも強情ね。私たちがこれだけ頼み込んでも断るっていうの？わかりました。私が何とかします。姉様。そうね、それしか手段はないわね。車掌殿、外祭で横になってくださいますか？姉様、車掌殿の足を持ってくださいますか？了解。車掌殿、覚悟はいいですか？せーの、フォール！できました、姉様。上出来よ、ベスチャー。私たちも荷物下ろして続くわよ。はい、姉様。車掌殿、しっかりしてください。車掌殿、もう地面です。無事についております。今さらキリッとされても遅いんだけど。とにかくこれで時間短縮に成功しました。この調子ならクリスマスボーイに追いつけそうです。でもこれだけ積もった雪原を歩くのだって楽じゃないよ。どうやらトナカイの私がもう一度道を切り開くしかないようですね。まさかまた突っ込む気なんじゃ。違います。もう背丈以上の雪に突撃はいたしません。見てください、ここから町まではなだらかな斜面になっているのです。つまり私たちもサンタとトナカイとして移動すればいいのです。というわけで、ここに仲良くなったトナカイさんと大きめの板を用意しました。即席のソリで移動しようというわけですね。それはいいアイデアだと思います。でもトナカイ一頭でみんなを引っ張れる？そこはご安心ください。私もトナカイとしてソリを引かせていただきます。だ、大丈夫？全員を運ぶってなるとブルターニュにはきつくないかな。トナカイさんと一緒に引けば行けます。それに私はクリスマスにトナカイとして責務を全うしたいのです。見事に後ろ足で蹴っ飛ばされたね。なんだかとても怒ってる様子ですね。トナカイさんは何て言ってるんですか？その非常に申し上げにくいのですが。おめえがブルターニュちゃんの代わりに引くんだよ。だそうです。車掌様、決して私の本心ではないですからね。これはあくまでトナカイさんの言葉を翻訳しただけで。トナカイさん、まだ小さく泣いてますね。今は何とおっしゃってるのですか？今度はこんな小さいメスに重労働させるなんてオスの風上にも置けねえ野郎だぜ。です。車掌様、本当に私の言葉じゃないですからね。ブルターニュも言うようになったわね。だから私の言葉じゃないんです。私は人に対してメスとかオスとか野郎とか言ったりしません。ああ、もう
トナカイさん、言葉遣いが悪すぎます。あと車掌様を目の敵にしすぎです。トナカイの言葉がわかるのも大変なんだね。皆さん大変です。車掌殿が打ちひしがれてらっしゃいます。車掌様、しっかりしてください。車掌様、私は心からお慕い申し上げております。トナカイの言葉とはいえ、ブルターニュの口から直接聞くのが耐えられなかったみたいだね。普段優しいだけに言葉のナイフの鋭さが半端じゃなかったものね。だから違うって言ってるじゃありませんか。雪原に敵影を確認。先輩、クリスマスボーイです。まさかヤクーツクたちが失敗した？その可能性が高いですかね。残念ながら敵は無傷です。直前で感づかれたものかと。撤退を告げる信号弾が上がってないのが唯一の救いね。おそらく車掌さんたちはクリスマスボーイの追跡に乗り出しているはずよ。ならば私たちは私たちでやるべきことをやるだけよ。はい先輩、この町を守れるのは私たちだけです。大丈夫よ、今年はとっても楽しいクリスマスになるわ。だからみんな安心して家に入ってなさい。いい子たちですね。ウィンチリー聞いた？私のことお姉ちゃんですって。こんないい子のいる町は何が何でも守ってあげなきゃね。はい、子供たちの笑顔を何としてでも守りましょう。そこまでだクリスマスボーイ。お前が町に入ることは我々が許可しない。それが迷惑だと言ってるんだ。町のみんながもらったプレゼントを根こそぎ奪っていくなど言語道断。何よりお前、その見た目でいい子もないだろう。来るなら来い。待ちなさいフィンチリー、今夜はクリスマス。平和的に行けるならそれに越したことはないわ。先輩、まさかその袋は。念のために用意しておいたクリスマスプレゼントよ。これをあげて帰ってくれればそれでよし。ダメだとしてもヤクーツクたちが追いつく時間を稼げるわ。さすが先輩、ここまで見越していたなんて。ねえクリスマスボーイ、いい子にしてたって本当かしら？あら、そんないい子にはプレゼントあげなきゃいけないわね。イリスで大人気のコスメセットよ。若い子はみんな欲しがるんだから。ちょっと何放り捨ててんのよ。手に入れるのどれだけ大変だったと思ってるの？ぶっ飛ばすわよ。先輩、プレゼント作戦ならにこやかにしないと。そうだったわね。ごめんねクリスマスボーイ、お姉さんちょっとプレゼント間違えちゃったみたい。あなたにあげるのはこっちだったわ。高級レストランのお食事券が。くっ、わがままなんだから。ならアイゼングラートの最高級ワイン、フレイマリンの最高級フルーツ、ニシキの高級着物、ベルフォレットの絵画。どうして何一つ欲しがらないのよ。男の子が欲しそうなおもちゃじゃないからだと思いますけど。もういいわ、ピンチリどいて、あいつぶっ倒すから。平和的に行くって話では。あのでっかいクソガキがわがままばかり言うのがいけないのよ。お仕置きよお仕置き。そこまでよクリスマスボーイ。ヤクーツク、みんなも来てくれたか。時間稼ぎは成功のようね。
ここまで平和的にことを運べてよかったわ。平和、平和とは。どうやら間に合ったみたいね。ブラックフライヤーさんとフィンチリー教官が食い止めてくださっていたようですね。おかげで町への被害もないようです。みんないい、このままソリで奴を引きつけて雪原に連れて行くわよ。ならばトナカイ役は今度こそ私が引き受けましょう。車掌様もトナカイさんもここまで引っ張ってくれてありがとうございました。お疲れ様です車掌殿。あとはそこで見ていてください。クリスマスボーイが突っ込んでくるよ。任せてください。ソリが急旋回した。なんて加速。ブルターニュさん、そのブーツは一体。特鉄隊の工業系の方々に作っていただいたジェットブーツです。まだ試作品でほんのわずかな時間しか使えませんが、これなら敵に追いつかれることなく動けます。いいわね、これなら雪原まで余裕で連れていけるわ。では加速します。皆さん振り落とされないようにお願いします。あの子供プレゼントを抱えてる。皆さん先に行ってください。ちょっとペースちゃん、ソリから飛び降りてどうするの。町の子供がプレゼントを持ってるのが見えたわ。クリスマスボーイはきっとそれも奪おうとしますね。レスチャはその子供を守るためにソリを降りたのよ。まったく今日はやけに感情的に動くんだから。姉様、皆さんまで。あの子供が逃げるまでここで戦うしかないんだから、ちゃんと全員に伝えなさい。全員で食い止めて全員で討伐しましょう。そうそう、サンタ役が私一人じゃあのグレネード入りプレゼントも配りきれないしさ。ありがとうございます皆さん。それでは子供たちが逃げるまでクリスマスボーイをここで食い止めます。皆さん力を貸してください。出してくださいブルターニュさん、任せてください。最初から根こそぎ奪っていくくせに何を言ってんだか。みんな準備はいいわね。雪原に入ったらお望み通りプレゼントをくれてやるわよ。姉様、街が見えなくなりました。距離は十分に取ったと思われます。頃合いね。ブルターニュ止めてくれる。ちょうどジェットブーツのエネルギーも尽きたみたいです。これまでよく頑張ってくれました。じゃあみんなこのままプレゼントの箱が入った袋ごとクリスマスボーイにプレゼントするわよ。私の合図で一斉に離れて。ちょっとクリスマスボーイのやつすごい加速だよ。いけません、このまま勢い余ってプレゼントに体当たりでもされたら私たちまで爆発に巻き込まれます。全員直ちに退避を。ダメです。何袋を抱えてるのベスちゃん。万が一プレゼントの箱が散らばったらクリスマスボーイを倒せる爆風が生まれないかもしれません。大丈夫です姉様、私は冷静です。だからどうかやらせてください。もちろんです。ペスチャが吹っ飛ばされちゃった。プレゼントの箱を散らばらせないためとはいえなんて覚悟でしょう。ですがそのおかげで今度こそプレゼントを渡せそうです。クリスマスボーイ、プレゼントは袋ごと差し上げます。ええ、さようなら。でも一つ言い忘れていましたけど、私はサンタじゃないんですよ。ほら。
ックを見てください。あなたもいい子じゃなかったので、お合子と言ったところです。どうにか倒すことができました。どうしたのですか、姉様。ベッシャー、あんたってば、なんて危ないことしてるのよ。あの機会を逃せば次はないと思ったので、それにうまくやれる自信はあったんです。そういう問題じゃない。また勝手に行動してごめんなさい、姉様。お叱りはいくらでも。違う、怒ってるんじゃない。無茶したことを心配してるの。そのくらい分かりなさいよ、姉様。まったく、どうして今日のあんたはそんなに感情的に動くんだか。町の子供たちを見ていたら、幼い頃のクリスマスを思い出したのです。家族がいて、プレゼントがあって、ごちそうがあって、みんな笑顔で幸せな時間でした。それを思い出したら、つい体が動いてしまったんです。クリスマスにはみんな笑顔でいてほしい。姉様も、皆さんも、町の人たちもです。なるほどね。確かにそのためなら危険にも飛び込んでいけるわね。それにしても今日は疲れたわ。姉様、雪の上に寝そべったら風邪ひきますよ。雪も落ち着いてきてるし、こうやって空を見上げるのも気持ちいいわよ。あんたもやってみなさい。うん、冷えますけど確かに心地いいです。でしょ。何それ、超気持ちよさそう。私もやる。ならば私も失礼します。今夜がクリスマスってのは嘘みたいな静けさよね。本当ですね。でも華やかなクリスマスも素敵ですけど、こんなクリスマスも悪くないと思います。うん、一人だったら寂しすぎるけど、みんなと一緒ならこうしてるのもありだね。私も本当にそう思います。皆さん、あそこ月のところを見てください。いきなり何？月が何だっていうのよ。あれはトナカイがソリを引いている。あれって、もしかして本物？すごいもの見ちゃいましたね。きっと町の子供たちのところに届けに行ったんでしょうね。さあ、私たちも帰りましょう。ちょっと待ちなさい、ベッチャー。いいえ、姉様こそ早く来てください。ちょっと、なんで待ってくれないのよ。待ちませんよ、姉様。だってこの後も姉様や皆さんと一緒に過ごせると思うと気持ちが流行っちゃうんですから。ゼロ、ドラゴンクエストが好きな一人が来場しました。和骨です、デンデンさん。64へのレス、デンデンさん、いらっしゃいませ。いらっしゃいです。年始のアニメ一挙放送でデンデンさん、あなたへのクリスマスプレゼントよ。小声させちゃいますよ。いい思い出を作ろう。死のプレゼントをあげます。はっ、やっ、よっこしょ。はっ、悪い子には渡さないよ。にゃっさせちゃいますよ。よっこしょ。
審議隊ネオでの次に推しの子を並べてるのがニコニコだなと思います。駆け抜けます。デンデンさん、シズマ A の A。プレゼントをあげる価値すらありません。雪のように冷酷に。みんなでクリスマスを楽しみましょう。をあげます。悪い子には渡さないよ。やまたアイドルにゲッター弾幕貼られるやつだ。デンデンさん、若い子に合わせられる思い出を作ろうね。しましょう。せや、なんでも知ってるお姉さんだよ。いい子は私についてきて。あなたへのクリスマスプレゼントよ。悪い子には渡さないよ。くれないかな。わら、いい思い出を作ろう。凍えさせちゃいますよ。楽しみましょう。をあげます。てゃよっこしょ。やっ、若い子に合わせられる思い出を作ろうね。てゃそりゃ。やよっこしょ。悪い子には渡さないよ。大丈夫です。合わせられますよ。クリスマスプレゼントよ。覚えさせちゃいますよ。トナカイのように駆け抜けます。プレゼントをあげる価値すらありません。雪のように冷酷に。公式で映画も生放送したりするのかな。
いい子は私についてきて。あなたへのクリスマスプレゼントよ。勉強不足だよ。覚えさせちゃいますよ。やや勉強不足だよ。そりゃみんなでクリスマスを楽しみましょう。死のプレゼントをあげます。悪い子には渡さないよ。てやよっこしょ。大丈夫です。合わせられますよ。覚えさせちゃいますよ。あなたへのクリスマスプレゼントよ。これで楽しく過ごせますよね。劇場版アニメもいくらか放送してるよね、デンデンさん。おお。今はグレンラガンとかゆるキャンが見られるようだ、デンデンさん。よし、サイドも終わったのとリベストも見たので、この辺りで終わりますね。いいですね。来場者数27名様、コメントご視聴ありがとうございました。来てくださってありがとうございました。ギフトありがとうございました。お疲れ様です。おつです、でんでんさん。